バル王様が覚醒したきっかけ、ね、そう、エルさん的にはここら辺の展開ってどうだったの。いやここ激アツなんすか、でも好きって、うん、なんか慰めたいって思わせといて、でもそんなエルはいらないかみたいになる展開が逆に好きになる、うんうん、自分の力で這い上がっていく感じですね。そうそうそう、うん、俺がキングだ、本当だ、俺がキングだ、かっこいいですね、かっこいい、うん、なんて言われたらキレるんだろう、だゲミンガとか、あーでも、ね、あーでも近い近い近い、庶民がよ、あ、下手くそがって言われるんじゃない、あーそういうこと、言い返されるんだ、ね、適応できず敵チームに押される、イサギはバローに対して、あーやっぱ自分は、この顔、これ言われたらこの顔になるのがいいよね、かわいい、やっぱ自分が一番言われたくないこと言うって言いますものね、待って、クソ雑魚ボケかす、ボケかす、悪口、そんなキッズボケかす、キッズの悪口、ラップバトルみたいな、ボケかす、見事正解、サラさん、ボケかす、すごい小学生みたいな、ボケかすやめてよ、関西のブルーロックだよこれ、ボケこらんじゃん、221です、こいつね、白いやつ強いんですよ、こいつ連れてきたね、レオくんね、うん、ナギに選ばれたのは、ちぎりもね、ちぎりもいいですよね、え、なんで？いや、レオが、え、だってレオがサッカー連れてきてくれた子よね、レオ様が、そう、どうでもよくなってんだろう、わあ、と、ナギへの未練が拭い切れない様子、うん、なんて言うの？これは、そんな、なんでそんなこと言うの？ナギくん、へらっちゃうよ、めんどくさいよ、いや、もうレオはもうへらってます、このナギくん、ダメですわよ、かまってよ、そうよ。メヘラにそれを対応したらもっとめんどくさくなるんだからね、そうそうだ、こんなベロ出してんのに、うん、ベロ出してもう出せなくなっちゃった、もう出せないね、もうベロ出せないね